思います。さあ毎度毎度見せてくれますお騒がせ男です。ポールポジションカーナンバー31番 RS ゲーム自投手光選手。2番グリッド、やはり強敵がここにいます。カーナンバー38番、オーガストカーライフ西園優太選手。お、いいポーズ、ちょっと隠し気味でね。はい、いいポーズでした。さあ3番グリッド、カーナンバー27番、Kスピードウィン菅野雄介選手。4番グリッド、カーナンバー45番、北総ジュニアカートクラブ高橋啓太選手。高々と手を挙げてくれました。5番グリッド、カーナンバー44番、フラックスモータースポーツ菅原光弘選手。6番グリッド、カーナンバー20番、ズルスピード鈴木優太選手。7番グリッド、カーナンバー46番、チームオーガスト中村徹選手。8番グリッド、カーナンバー21番、 SPS 川口中田昌司選手。9番グリッド、カーナンバー41番、 SPS 川口吉原健二選手。10番グリッド、カーナンバー23番、クイックレーシング大木雄二選手。さあ以上が上位10名のドライバーになります。さあ続いて11番手以降のドライバーも紹介してまいりたいと思います。11番グリッド、カーナンバー30番、チーム TKC 平松元春選手。12番グリッド、カーナンバー43番、 SPS 川口吉澤夏樹選手。13番グリッド、カーナンバー28番、チームオーガスト戸川啓太選手。以上13台で SS クラス決勝ヒート、まもなくスタートになります。さあフォーメーションラップ13台で行われております。さあこのショートカットコースを使ってメインストレートに帰ってきました。さあシグナルレッド点灯からブラックアウト、決勝ヒートがスタートになりました。さあポールポジションからカーナンバー31番の自投手選手がスッと抜けてトップです。しかしその後ろやはり来た、ピタリとつける西園選手が2コーナーですでに入り込んだ。さあしかし3コーナーイン側は自投手選手です。さあこの2人の争い、オープニングラップ2人のこの熾烈な争い、そして3番手にはカーナンバー27番の菅野選手、グリッド通りですね、この3台がつけていますが、さあ西園選手が6コーナーでいった、アウト側でちょっとブレーキングでねテールスライドした自投手選手。さあトップはカーナンバー38番の西園選手に入れ替わりました。2番手には自投手選手といったところで、こうなると展開的には西園選手の方が有利なのかなという感じがしますが、やはり速さ、ちょっと自投手選手コーナースッと入った後にテールスライドが大きいですね。2番手を走る黒いカーとカーナンバー31番の自投手選手、コーナー入ってクリップに向かっていくところでずっとカウンターステア当ててるような動きがありますからね、この辺りがね横横行っちゃってますからね、その分トップを走るカーナンバー38番この西園選手の方がねカート前へ前へ進んでる感じがしますね。
ぱもうかなりライン上は乾いてきたのかなって感じがしますけど、ただね4コーナーの出口とかちょっとね、かなり濡れてたりとかするんで、んでもこれそろそろみんなこの後のクラスの人もしかしたらちょっとタイヤ迷ってたりします、迷ってたりします、もしかしてね、ちょっと路面的にはちょっと選びがいがある展開ですね。さあ4周を終えて5周目、さあトップは西園選手、西園選手がさあぶっちぎりを形成しちゃうのかなといった展開ですね。さあもう西園選手がぐん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 ラップタイム的にもコンマ4秒近く速いんですね。2番手の自投手選手に対してコンマ4秒近く速いペースでトップの走る西園選手は逃げています。3番手もカナバ27番の菅野選手も2番手大きく離されてしまっているのかなといったところですね。さあこの3番手付近の争いが面白くなりそうですよ。さあ4番手争いサイドバイサイド、4番手争いサイドバイサイドだ。さあ46番中村徹選手に対して、さあその後ろ44番の菅原選手、熱いバトルですね。さあこの4番手争いちょっとね差が開きましたね。一度はちょっと先ほどの週結構デッドヒートだったんですが、ここでまた再びちょっと差が開きましたね。現在8周目のモナコヘアピンに入っていきました。さあこの4番手付近の争いが激しいですね。いいですね。
さあ10周目に入っていきました。10周目に入っていきました。さあこのね3番手争いがね結構激しいんですけどね。現在3番手はカーナンバー27番の菅野選手が走っていると。4番手にはカーナンバー46番の中村選手、5番手にカーナンバー44番の菅原選手という3台で3番手争いを行っています。さあもうトップのね、カーナンバー38番の西園選手は10周を終えました。その後ろ自動車選手もこの感じだとちょっとなすすべなしかといった展開かもしれません。この決勝ヒートは15ラップですからね、残りは5周となりました。そしてその後ろ3番手争いがこの3台、3番手引っ張るのがカーナンバー27番の菅野選手、その後ろにはカーナンバー46番の中村選手、そして3コーナーで刺したカーナンバー44番の菅原選手、一度は刺しましたが再び中村選手が前といった展開です。さあ SS クラスの決勝ヒートが現在行われています。今ねこの映像では3番手争いのこの3台が映っています。ユーストリームの映像ではこの3番手争いの3台が映っています。さあ3番手には変わらずカーナンバー27番の菅野選手が走る、後ろ2台を引っ張る、そして46番中村選手、44番菅原選手と続くといった展開です。さあ現在12周目残りは4周です。さあカーナンバー46番の中村選手が仕掛けた、がカーナンバー27番菅野選手がクロスラインで2コーナーイン側。さあ再び菅野選手が前、さあ現在12周目、トップを走る西園選手はモナケヘアピンにすでに進入しています。3番手争い動きがある、さあ中村選手に対して立ち上がりが早い、菅野選手の方が立ち上がりが早かった。ちょっとねピックアップ、中村選手仕掛けるもののね立ち上がりエンジンのピックアップがちょっとついてこなくてね、菅野選手の方が前に行くんですよね。さあこの辺り中村選手もなかなか難しい、しかしストレートエンドが早い、このもしかしたらギア比なのかな、中村選手と菅野選手のギア比の違いかもしれませんね。まあ、スプロケットの枚数変えると立ち上がり重視になるかストレート重視になるかってね、このあたりもね、レース運びに影響してきますからね。さあ現在14周目、もうトップ西園選手はもう安泰と思いきや、でも意外と自動車選手もこの終盤から離されないでついてきてるんですね。2番手を走る自動車選手もなんとか食らいついてきているといったところです。さあファイナルラップに入っていきました。トップ集団ファイナルラップ、そして映像ではこの3番手争い、3番手を守りきれるかカーナンバー27番菅野選手、もしくは中村選手、菅原選手、チャンスが生まれてくるのか。さあファイナルラップです。トップ2台はねもう動きはおそらくこのままないのかなといったところで、さあ中村選手1コーナーで行ったが、再びカーナンバー27番菅野選手が2コーナーで行く。さあトップの西園選手はもうモナコヘアピンと、といったところです。さあ自動車選手も追いついてきたものの届かなかったか。さあ優勝はカーナンバー38番の西園選手、嬉しそう。そして2番手には自動車選手が入りました。これそういえば映像を見てる人、ヘルメットの前に何この丸いのついてるのって思った人いるかもしれませんよね。
このヘルメットの前で回ってるのこれ風の力でくるくる回るんですけど、まあ、ターボバイザーって言ってカート独特のアイテムなんですけど、こう風で回ることによって雨がとこう飛んできても外側に雨がすぐ弾き飛ぶんで前がよく見えるっていうのがこのターボバイザーなんですね。私昔こうサーキットには原付で通ってたんですけど、ヘルメット持つ積んだりすることができなくて、公道で僕ターボバイザーつけたヘルメットかぶってましたらね、対向車の人がびっくりしてた、そんな思い出があります。さあ帰ってきました西園選手、嬉しそうでしたね。ポーズ考えてたんじゃないですか今日。これさあ改めまして。